どこから来たんですかね。普通は出ない。しかもこの辺森もないし。名古屋市名東区の閑静な住宅街、そこに今朝現れたのは、庭先にニホンカモシカがいます。じっとしていて微動だにしません。国の天然記念物にも指定されているニホンカモシカです。体長およそ1メートルの子供で、最初の通報があったのは昨日午後7時ごろ、名東区の隣の森山区の住人からでした。カモシカらしきものがいた。横断歩道を渡っていた。警察官が駆けつけましたが発見できず。しかし今朝になって森山区や隣の長久手市などで相次いで目撃され、さらに午前7時ごろ、いつもとは違う犬の鳴き声に気づいた飼い主らが、名東区富ヶ丘の住宅の裏の川沿いにいるところを発見。その45分後には別の家の庭に入ってくる様子が防犯カメラに。一時は交通規制も敷かれ、警察官や市の職員、地元猟友会のメンバーらが駆けつけましたが、麻酔を打たれたニホンカモシカですが、依然強く警戒していて、警察との膠着状態が続いています。睨み合いが続くことおよそ3時間、最後は庭の隅に追い込まれ捕獲。午前11時半です。ついにニホンカモシカが保護されました。なんかおとなしいのでびっくりしましたけど、ようやく捕まりましたけど、はい、なんかでもかわいそう。これまでに怪我人や田畑が荒らされるといった被害は確認されていません。猟友会によりますと、このニホンカモシカは森山区の東国山から住宅街に迷い込んだとみられ、山に返される予定でしたが、捕獲からおよそ1時間半後に死にました。衰弱死だということです。